まあ、今北海道のお米ユメペリカが非常に評判が高いですけども、まあ、フレンチ続くようなですね、まあ、美味しいお米をですね、まあ、北海道の皆さん全国の皆さんに食べていただけるようなですね、品種を作っていければというふうに考えています。